今回は実践編として相関分析を EZR を用いてしてみたいと思います。こちらが例題になります。小学生の体重と握力に関係があるのかを調べたい、具体的には A 小学校の3年生男子50人の体重と握力に相関があるのかを検証してみました。こちら対象が A 小学校の3年生の男子、人数の方が50人、方法の方が体重と握力を相関係数を用いて関係があるのかを調べてみました。では実際に EZR のソフトを見てみたいと思います。こちらが EZR の画面になります。データの方はあらかじめこちらにデータセットとして入れています。こちらがインポートしてあるデータになります。このように体重と握力をロングフォーマットの形式で入力しています。今回使用しているパソコンの方は MacBook になりますので、ナンバーズの表を EZR に取り込みたいと、その場合ナンバーズだとそのまま直接インポートできませんので、このナンバーズをCSV 形式に一度変換します。でこの CSV 形式に変更したファイルをこの EZR に取り込むようになります。で、その時にはこちらファイルからデータのインポートを選択して、で、こちらですね、ファイルまたはクリップボードのところを選択することによって CSV 形式のデータファイルが EZR に取り込むことができます。それでは実際に統計解析をしてみたいと思います。まずこちら統計解析を選択して、今回は正規分布ですので連続変数の解析から、そしてこちらですね、相関係数の検定を選択します。はい、するとこちらに握力と体重という変数がありますので、この2つを選択します。そしてこちらの OK ボタンを選択します。はい、するとこちらに統計処理の結果が表示されます。相関係数が 0.998 と、で 95% 信頼区間の方が 0.997 から 0.999 と、そして P 値の方が 5.68E マイナス62という結果になりました。基本的にはこちらの相関係数が 0.9 ということで、強い相関が認められると、こちらが結果になります。 A 小学校の3年生男子50人の体重と握力に正の相関が認められました。で、こちらの相関係数は R という表現を用います。この R が 0.998 ということになります。で、これが実際のグラフになるんですが、こちら体重と握力と、この体重が増えるに従って握力も増えていると。で、その関係性がこちらですね。こちらの点のところがデータになるんですが、これがだいたい一直線上に上昇しているということで、強い相関が認められたということになります。今回は実践編として相関分析を実際の EZR を用いて行ってみました。はい、今回は以上になります。